こんばんは。こんばんは。上野貴子の俳句 TV、 今週はですね、宮本圭さんをゲストにお招きいたしました。こんばんは。宮本さんです。今日、ね、ありがとうございます。はい、どうぞ自己紹介でご挨拶をあちらのカメラでお願いいたします。はい、和のたしなみ塾の宮本圭と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よろしくお願いします。和のたしなみ軸ということで、はい、江戸の文化をすごくご研究されているということで、はい、で私の方は俳句をやっておりますので、うん、やはりね、俳句も芭蕉の江戸時代に、全国に広められたということで、皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、まあ、その辺のところをね、今日はちょっと宮本さんにお伺いできればと、はい、思います。私の方もね、今日はね、はい、俳句の先生でいらっしゃる上野さんのいや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 、ご一緒に、はい、本当に芭蕉のお話とかまたお伺いできれば楽しいなと思って、ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。それで今日はですね、はい、こちらの方の雰囲気もちょっと秋冬で、これまでのひまわりからちょっとこう、実が入ったり果物が入ったりしまして、ハロウィン風にちょっと秋風になって、おります。はい、素敵です。いやいやいや、なんかね、ちょっと狭いカフェなんですけれども、宮本さんをお招きいたしまして、それではね、今日のまず、3つの質問からいきたいと思います。どうしました？はい、まずですね、はい、1つ目、はい、春夏秋冬ありますよね、季節の、はい、はい、の4つの季節の中で、はい、宮本さんはどれが一番お好きでしょうか？はい、はい、そうですね、はい、春が本当は一番好きです。あ、春、春、お、やはり女性らしいですね。特にまだこう若葉も出なくて、ちょっと緑がちょっと出てきたぐらいの、あの感じがとっても好きなんです、お、緑がちょっと出かけた、あ、なるほど、木の芽がちょっと柔らかく、そうですね、そうですね、やはり春ですね。春ですね。早春、早春、なるほど、春も早い時、そうですね。なぜかと言いますと、冬の寒さを耐えて耐えて、それで何にもなかった地面に、また木に、ちょっとこう緑が出てきたり、木の芽が、なんて言うんですか、ちょっとワカメがこう出てくる、もうその冬を待って、ずっと耐えて耐えて、やっと時期が来てこう動き出したっていう、ですからそれを見てると私の方がとってもパワーをもらえるんですね。あ、新しい木の芽、やっと出てきた木の芽にこうパワーを感じられる、はい、あ、なるほどね、そうですね。じゃあ次2番目なんですけれども、はい、節月火とよく言いますよね、まあ、宮本さんも、はい、和文化の方なのでご存知だと思うんですけど、はい、プラス、緑というのがあります。この節月か緑の中で、どれが、一番お好きでしょうか？そうですね、どれも美しいですよね。雪は雪で美しいし、はい、月もいいし、花もいいし、緑もいいし、こう映像的に詩的に見ると雪かなって。おお、雪ですね。なるほど、映像的、視覚的にですか？そうですね。なるほど。実は、江戸百景っていう、はいはいはい、歌川ではなくて広重さん、江戸百景、あ、はいはい、広重さんですね。あ、はい、歌川広重さんですね、うんうんうん、あの方のこう浮世絵を見てると、結構雪の場面が、雪の浮世絵がたくさんあって、昔は雪っていうのは、私たちはもうどか雪とか時々しか経験しなかったです、しないですけど、昔はよく雪が降ったのかなっていう、その江戸の例えば橋のところとか、神社だったり、それから
木々だったり、そうですね、いろんなところが雪景色がこうあるとすっごくやっぱり、まあ、視的にですけど視覚的には美しいなって。そこで着物を着た女性たちが番傘を差して歩いている姿っていうのは美しい絵になる、絵になる、うん、ですね。あ、なるほど、はい、はあはあ、なんかあれですね、うん、あのちょっとまあ世代がバレちゃうかもしれないんですけど、はい、なんか私も小さな頃はもっと今より雪が降ったような気がするんです、うん、はい、子供の頃、うん、なんかこう雪の日にランドセルかなんか背負いながら、うん、ずかずかっていうよりなんかザクザク、なんか潜っちゃいながら学校に通ったり、帰りみんなで集団下校っていうんですか、帰ってきたりした覚えがあるんですね。この頃東京でもそんなに降らないんですけど、私は千葉の生まれなんですが、千葉あたりでも結構降ったんですよ。東京より降らないって言われてる千葉でもそれぐらい昔は降って、でこの頃はまた降ってきたんだって言いますけど、それでも東京では少ないですよね。少ないですね。本当に。宮本さんはご出身はどちらなんですか？はい、宮城県。宮城県なんですね。はい、それこそなんかお名前通り宮城県。宮城県ですね。ああ、そうなのか。じゃあ雪相当降りますね。そうですね。ねえ。ですね、宮城県って言ったら、じゃあ震災とかそういうあれですか？はい、震災の時は内陸だったので、一番震度が強かった栗原市なんですけど、まあ、あの地盤が固いってことで、あの津波も来ずに、なんとか、まあ、ライフラインとかね、道路が陥没したりということはありましたけれども、まあ、無事な地域でした。幸いなことに。良かったですね。やっぱり津波が一番大きかったんですね、今回の。そうですね。ね、この前の、はい、そうですね。そっか、ははそれで雪ですね。そうですね。そうしましたら、あの最後の3番目の質問なんですけれども、はい、3番目は、今月のテーマというのが毎月私の方でおしゃべり俳句の回ではありまして、はい、今月は秋夏というテーマを捧げております、はいはい、秋夏というのは秋の果物のことなんですけれども、はい、宮本さんはこの秋夏という言葉を聞いて何を思い浮かべますか？はい、そうですね、栗だったり、はい、柿だったり、はい、梨だったり、はい、リンゴだったり思い浮かべるんですけれども、うんうんうん、特になかなか手に入らなくて美味しいっていうのがラフランス、うん、おー、洋風ですね、うん、ちょっと意外性、意外性意外です ね、はい、日本的な方なので、ね、ラフランス、うん、あ、そうか、昔はなかなか手に入らなかったけれども、うん、この頃ではスーパーでも売ってますよね。本当にそうですね、はいはいはい、すごく柔らかかったり、うん、あ、そうですね、うん、いや面白いと思いますそうか、ラフランスか、うん、じゃあそこでですね、うん、あのうちの番組では、はい、上野貴子の俳句 TV ということで、ここで皆さんに、秋夏を季語に、まあ、今回はラフランス、宮本さんはラフランスを思い浮かべてくださったので、ラフランスは梨ということで秋の季語になりますので、ラフランスを季語にして、一句作っていただけるとありがたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちょっとここでじゃあコメントを見せていただきます。あ、ありがとうございます。あ、実蔵さん、こんばんはということで入れてくれております。ありがとうございます。ありがとうございます。実蔵さん、ね、あのよくご存知だと思うんですけれども、はいはい、ありがとうございます。実堂さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。あ、今日もあの、宮本先生はあのお着物を着てきてくださいましてありがとうございます。いや、今日は上野先生のお着物かなと、はい、楽しみにしていたんですけどいや、すいません、よく皆さんにね、俳句だからって言われるんですけど、なかなか私普段着物を着慣れてませんで、なかなか着ないんですけれども、それからこちら、あ、もう一人いらしてます、はい、タラグラ、あ、何
んだろう、外国の方かな、クリスタラ、クリスタル、もしよろしければお名前、はい、お名前を、ね、嬉しいですけれども、そうですよね、ぜひ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 、はい、お名前お願いします、はい、お名前をお願いします。キエさんって言っていただいて嬉しいです。キエさんとおっしゃってます、ありがとうございます。クリスタル、クリスタルグワル、グワルラ、うんですね、クリスタルグワルラさんっていう、おっしゃるんでしょうですか、グワルラ、はい、クリスタラグワラさんとおっしゃるんでしょうか、うん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。名前、名前を、名前を、ね、はい、わかりやすくお願いします。うん、ありがとうございます。嬉しいです、嬉しいです。はい、ありがとうございます。それではそんなこんなでやっているうちに、うん、イクラフランスでお願いいたします。うん、そうですね、はい、ラフランスでお願いいたします。ラフランス、うんうん、いつの間にやら、うん、あ、季節かな、あ、いつの間にやら季節かな、その季節が来たっていうことですね。そうですね、あ、なるほど、いつの間にやら季節かな、かな、かなか、そうですね、うん、ラフランス、いつの間にやら季節かな、あ、なるほど、ま、うん、ごめんなさい、キレキレ、もう一つ、はい、もう一つ、お、続々とラフランス、はい、ラフランス、香り爽やか、お、香り爽やか、爽やか、秋の味、お、お、なるほど、秋の味、はい、ちょっとね、はい、ありがとうございます。肉いただきました。洋風ですね、そうですね、そうですね、そうですね、うん、なんかそうですね、もうちょっとこう、あの、宮本さんらしく江戸の、江戸の話をちょっと、はい、ではこの辺でお聞きしたいと思います。なんかこう、はい、江戸には、うん、あの、梨ってなかったんですよ。いえ、あったんですよ。おうおう、果物はあったんですね。果物はあって、それで昔はそれこそ清涼飲料水とかっていうのがほとんどなかったので、はい、うん、なんせお砂糖っていうものが貴重品でしたでしょ。で、お砂糖を使ったお菓子っていうのは本当に江戸の後期になってからのものだと思うんですね。なので、まあ、和三盆っていうものをつく、あの、使って、和三盆、うん、それも、まあ、お砂糖、はい、それは聞き慣れない言葉ですね。うん、よく、あの、お東のようなお茶、お茶でお抹茶の時にいただく、こういう乾いた綺麗なお菓子、小さな、そう、小さな、あれが和三盆、和三盆、うん、はあ、和、平和の和に、はい、三つに、三つ、お盆の盆、お盆の盆、うん、この盆でしょうか、うん、和三盆っていうのは、三本、うん、だんだん広まっていたんですけれども、はい、やっぱりお砂糖そのものは、あの、なかなかの貴重品だったんですね。しかも最初はお砂糖はなんと薬屋さんで売られてたっていう、はい、薬屋さん、うん、だそうです。薬屋さんなんですか、うん、面白いですよね、面白いですね、だからなかなか一般の人はそんなにお薬感覚でもう口に入れるものではなかったんですよね。普通薬というのは苦いものですよね、うんうん、療薬、口の薬ですよね。そうそうそう、うん、それが甘いお砂糖も江戸時代では薬と言われていたわけですか、うんうんうん、そうですね、いや、これは勉強になりました。意外です、ね、うんうんうん、それで、あの、梨ですとか、あの、まあ、スイカですとかね、はいはいはい、夏でしたら、はい、それは本当に水菓子と言って、うんうん、清涼飲料水の代わりに、うんうんうん、お水の代わりにこう飲む、うんうんうん、飲むと言いますか、食べる、うんうんうん、そういうものでもあったんですよね。よく俳句でもですね、水菓子というのはよく聞くんですけど、水菓子というのは俳句では夏の季語なんです、うんうん、はい、でも果物のことを言うっていうふうに言われてたらしくて、うん、はい、そうですよね、うん、ですから家康さんも、はい、本当に幕府を開いた家康さんも、うん、あの、水菓子というものをよく召し上がってたようですよ。あ、そうなんですね、うん、それはじゃ あ, あの、栄養価が高いからっていうことなんでしょうか。ビタミンだとか豊富だし、うん、体のためにいいから、うん、やっぱりあれなんですかね、うん、お薬屋さんで売られてるぐらい、うん、あ、それはね、お砂糖ですから。あ、それはお砂糖、うん、でもその、はい、はい、果物そのものを、果物そのものを、まあ、おそらくデザートとして、その清涼飲料水がないですからね、はい、ない時代だから、うん、だからお水のようにやっぱり、うん、召し上がってたというか、お、うん、お水の代
食事の後にとか、お食事の後に、うん、スイカはよくなんか内臓を洗ってくれて、うん、すごく体にいいって言いますよね、うん、あそういうなんだろう効果もあって、うん、必ずウリとかスイカとか、そうですよね、ウリ、うん、ああ、うん、ウリもそうなんですね、うん、食べていたわけなんですね。そうですね。ああなるほど、はは、うん、これは勉強になりますね、うんうん、やっぱり江戸文化っていうのはいろいろこう意外な部分もありますよね、うん、本当にそうですね、うん、でなんかこうこの間からいろいろお話出てましたけど、うん、ナンバー歩きっていうんですか、の左右のこの足と手の一緒に出るという、うん、ああいうナンバー歩きなんていうのも日本人特有のもので、うん、はい、江戸時代はそんな風にして皆さん無意識に歩っていたんですかね、うん、ですからしっかりやっぱり手と足をこう、うん、右手右足、うん、左手左足という歩き方を本当にしてたのは、うん、飛脚だと思うんです。飛脚、うん、だけれど、うん、まあ、一般の人がいつもいつもこうしてたわけではなくって、うん、物を持ってたり、たすきに手をかけてたり、うん、ここに手ぬぐいをぶら下げて手ぬぐいをこう持ってたり、うん、または手を振らないっていうだけで、うん、実はもうナンバー歩きになるんですね。あ、そうなんですね、うん、私たちはやっぱり行進歩きって言って、うん、手をしっかり振りなさいということを、しっかり振る、左右にねこう、うんうんうん、右足を出したら左手を振るってい う、うんうんうん、これが歩きだと思ってもう自然にも無意識でやっていますけど、うん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 、昔の着物を着てた人たちは、まあ、こういう歩きじゃなくて手を動かさないで歩いてたりとか、あとは畑をね耕す時、うん、または餅つきの時、こういうふうにくわを持つ時もこうすれば右足が出るし、こうすれば左足が出るし、はあ、自然に、あ、やはり日本舞踊のなんかポーズのようですね。ような、そうですね、なんか綺麗ですねあ、そのポーズをこう決めるわけなんですねそうですね、あ、なるほど、うん、そうか、うん、いや、そういう、じゃあナンバー、特にナンバー歩きと言わなくても、うん、自然に物を持ちながらこう歩ってると、うん、そうなっちゃっていたということ、要するに、はい、それはやっぱりお着物がその動きのあれですかね、制限されてるので、うん、制限と言いますか、もしこれで私が帯を締めてて、うんうんうん、この普通の行進歩きをすると、うんうん、どうしてもこうねじれるじゃないですか、うんうんうん、こういうふうにねじって歩いてたら、うんうんうん、絶対この辺がぐずぐずゆるゆるになってくるんですね、はい、だけれど、はい、着物を着てる普通の人たちはこういうふうに揺らさないで、うんうん、やっぱりただこのまんまただ足だけこう動かして、要するにこういう歩き方をしてたっていうことですよね。なんかどっしりしてますよね。そうですよね、うんうん、それで変にこうひねらないから、うん、帯も緩まないし、あ、ぐずつかないし、あ、昔の人たち の、 浮世絵なんか見ると割とここ、うん、女の人たちって緩やかにして帯もなんとなくこう緩く、うん、本当にこうはんなりっていうかね、うん、ぐずついてるっていうか、そんな感じでまるでこう長いロングドレスを着てるような雰囲気してますよね。でもそれでも生活が別にこう帯がほどけたりしなくてできてたっていうことは、ここを別にこんなひねらずにやっぱりこうして 動かすことができたっていうことですよね。あ、なるほどね、あ、やはり帯っていうのは、うん、江戸時代の女性はみんな締めていたんですかね。うん、そうですね、うん、もうそれは着物文化になってから、うん、その基本的に紐だったり、うん、細いものだったり、うん、そういうもう歴史的に見れば、うん、細い紐だったり、うん、そこから始まって、うん、それがだんだんとこういう幅の広いものに変わってきたんですよね。うん、戦国時代の武将の奥さんなんていうとやっぱり細いのを締めてますよね、うん、そうですよね、うん、それで上に1枚なんか、うん、打ち掛けみたいな、打ち掛けみたいな、うん、なんかこうかけますよね、うん、かけてますよね、うん、でずるずるとこんななってやってるけれども、うんうん、これが外に、そうですね、これが行進歩きをしてたら絶対後ろのこれがまとわりついたりしてたはずです。あ、そうですよね、うん、でこうなんだろう、持って、うん、こうして持ってなんか外を歩くんですかね、うん、外を歩かれるときは多分そうでしょうね、持って、うんうん、
歩いて、うん、ですね。ですね。で下には1枚長くないのを着てらっしゃるんですね。そうですね、うん、ちょうどこう着物の丈と同じようなものを着てて、はい、そうですよね。外にかけてるものはやっぱりこうして持ってそれが江戸時代ではお引きずりのような着物を、うん、あの皆さんあの、うん、武家のそのね、うん、多くの方たちとか、武家の奥さんとか着てましたよね、それをやっぱり下の方持って、うん、あの下駄とか、うん、ぼっくりみたいなのを履いて、うんうんうん、歩いてた。おお、やっぱりそうなんですね、うん、へえ。あとはここのところに紐があって、うん、この長くお引きずりになってるものここに引っ掛けて、うん、傘を持って歩くとか、うん、あ、うん、あーなるほど、うん、あーそういうあれなんですね。そうですね。あーなるほどなるほど、うん、へえ、うん、あ、また入ってきてます、入ってきてます。 あ、ちょっとコメントが入っております。またコメント見てみますね。あ、先ほどの方、うん、あ、さゆりさん、あ、さゆりです、こんばんはっておっしゃってくださってます。あ、先ほどの、ちょっとねこちらのお名前が分かりづらかったんですけれども、どうやらさゆりさんです、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。それから、あ、やはりさゆりさんですね、うん、今日も素敵な着物姿にうっとりですとおっしゃってくださっております。素晴らしいですよね、うん、ありがとうございます。なぜか ID が、うん、FB、 あと Facebook ですね、うん、Facebook の名前ではなくこんな名前になりました、うん、あ、なぜかなんかこの変わった名前で入ってきちゃってるみたいです、うんうん、さゆりさん、うん、さゆりさん、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます、うん、お忙しいのにね、ありがとうございます。あ、ご存知なんですね、原田さん、はい、あ、お二人こんばんは、着席しました。 あ、こんばんは、どうぞ見てください。ありがとうございます、ありがとうございます。次は、あ、もう一人、ともこさん、うん、あ、ご存知ですね、こんばんは、ありがとうございます。あの、はい、ルーマニア料理のね、あの、おー、ルーマニア、そう、お料理教室をされてる、あ、あの200回記念の時にもいらっしゃってました、うん、そうですね、あ、やっぱりそうかな、ルーマニアの料理って変わってますよね。でもとってもね、うんうん、もうヘルシーで美味しくって、面白そう、もうお腹いっぱいになるんですよね。あ、面白いですね、うん、ナスを使ったり、あのクリームチーズだったり、あれ秋にいいです ね、あとは赤と黄色のパプリカを使ったりとか、うんうん、おー、いいですね、すごく彩りも素敵ですし、いい美味しいですよ。あ、なるほど、うん、あ、実動さんもう一つ入っております、はい、ソーシャルストリームの説明をお願いします。あ、はい、わかりました、ありがとうございます。ちゃんと今読んでおります。ありがとうございます、はい、実動さんです。実動さん、ありがとうございます。あ、もう一つ入っております。あ、またさゆりさんです。今晩もいろいろと興味深いお話が…ともこさんですね。ありがとうございます。ともこさんもね、はい、日本とルーマニアの文化をこうつなぐという、うん、まあ、架け橋になっていきたいとおっしゃってる方なんです。あ、素敵です ね。あ、もう一度実動さんが入っております、うん、あ、ご存知なのかな、さゆりさん、書き込みの方法わかりますか、わかります、クレッションって出ております。きっと大丈夫でしょう。あの、さっきね、さゆりっていうお名前出てたから、はい、書き込みできましたよ、大丈夫。あ、よかった、はい、はい、あ、さゆりさん出てますよね、うん、どこだったかな、さゆりですとお名前入っておりました、うん、下の方ですね、はい、下の方ですね、はい、ズズ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 、この辺ですね、はい、そうですね、はい、ありました、さゆりです、こんばんは、はい、入っております、よろしくお願いします。ルーマニア料理か、素敵ですね、ぜひぜひ一度、あ、お会いしたいですね、いらしてみてください、ぜひぜひよろしくお願いします。ルーマニア料理って、そのナスだとか果物だけじゃなく、まあ野菜ですか、かぼちゃなんかも、うん、ハロウィンが近いですけど、うん、そういったなんか、なんていうんだろう、かぼちゃだとか、うん、ナスだとか、そういう野菜のような果物のような、うん、そういうもの多いんですかね、うん、多分それはともこさんに聞いていただいて、うん、かぼちゃはを使うかどうかはちょっとあの聞いてないんですけど、うん、ナスはもうとにかく皮ごとまず焼いて、うん、それで皮を取って、うん、それを特殊な
あの木のヘラといいますか、うん、あの包丁みたいなのがあって、うんうんうん、それでトン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 と切ったり、あの本当にペースト状にしていって、それに味付けをしていくんですね。それをバケットとか、うん、あのパンやパンにね、それを塗って食べる、うんうん、ちょっと手間、美味しそう、うん、それペースト状にするんですか、うん、そうなんですね。ちょっとなんかおしゃれですね、うん、いいですね、素敵、あ、なんかちょっとお話聞いてみたいですなんか興味が湧いてまいりましたペースト状にするってすごいですね、うん、なんかかぼちゃも作ってほしいです確かに、はいね、はい、この季節いいですね、うん、そっか、ルーマニア料理です ね、うん、ですね、江戸の文化とは随分違いますね、うん、違いますね、うんうん、ただ日本の食材を使ってルーマニア料理を作るんであれば、はい、うん、今度同じ食材を使って江戸の料理もどうかなとか、うんうんうん、あとはその今江戸野菜っていうことでいろいろまた、うん、あのいろんな江戸の中で、江戸の中っていうか東京の中で、うん、昔あの早稲田のみょうがとか、うん、あ、この辺は大根踊り、大根、大根が有名なんですけれども、その大根であったり、あとは、その面白い、ナスだったり、いろんなやっぱり地域性、地域で作ってたそれぞれの当時のブランド野菜っていうものをおそらく復活をまたしてるグループがあると思うんですね、またそういうものを利用しながら江戸野菜を使って、じゃあ、あのルーマニア料理とかっていうこともちょっと応用してみたら、また文化交流で面白いかもしれないですね。それは江戸野菜っていうのは東京という意味だけじゃなくて江戸時代によく食べられた野菜ということですか？ではなくて江戸のやっぱり例えばそのここの、あの世田谷だったら、世田谷の大根、大根、あとは練馬だったらやっぱり大根って有名ですよね、はい、練馬大根って有名ですね、はい、駒込だったらナスとか、早稲田だったらミョウガとか、そういうものがミョウガ、今はちょっとどうかなと思うんですけど、うん、そういうものをもしまた作ることができれば、いいですね、手に入れることができれば、あれですね、宮本さんはあの月島っていうすごい風流な土地柄にお住まいですけれども、月島あたりではどんなあれなんですか、お野菜とか。あそこはもう産地としては、産地としてあそこはもう何も、今は、何も、実はですね、江戸時代は月島はなかったんです、海の中だったんですよ。ああ、海の中、あの島っていうぐらいですから、割とこうあの辺はこうなんていうんですか、水郷じゃないんだけど、水の地域じゃないですか、そこにこう浮いてたんですか佃島っていうのが江戸時代に実は作られて、それであの明治時代になってから埋め立てで月島が作られたんです、はいはい、あ、じゃあ佃島が先に作られて、そして月島も同じように作られた、作られた、じゃあそれは、あの陸とのあのなんていうんだろう、つなぐものは橋なんですか？橋はだんだん後にできて、最初は船だったんです、最初はやっぱり船だったんですね。そうです、はい、そうか、佃の渡しって。